ちは今日はあのはるばる滋賀の方からやってきたんですけれども、私がいつも軽音部で部活をしてて、私がいつも吹奏楽部のトランセットをしています。はい、でこうしてあの音楽活動もしてるので、あの生活の中心が、音楽というもう音楽三昧な日々を過ごしています。私たちは、5年前、6年前くらいから、こうやって音楽活動をしています。これからもこうして続けていけたらなと思っています。次に歌う曲は、私が音楽活動のことでちょっと行き詰まってしまった時に、両親や兄弟、妹の支えがあって、音楽活動を続けられて、もうとにかくその音楽に対する夢に向かって突き進んでいこうという思いを込めた、私のオリジナル曲、シーズを歌いたいと思います。